さあゴングが鳴りました。後楽園コールであります。いよいよ今日の第7試合最終戦を迎えました。このリングはフラッシュギャング8ヶ月ぶり復活のリングであります。そしてその相手をいたしますのがこれから入場してまいります、小倉ジミと長堀和恵です。選手の入場を静まり返ってます。超満員の後楽園のファン、今勝ち負けを締めた長堀が、そして小倉が入場してまいります。青コーナーです。何とも言えない異様な雰囲気に包まれております後楽園ホール。さあフラッシュのテーマが鳴っております。さあファンがたまりません。声を揃えて今フラッシュを迎え入れます。フラッシュを待つファンは総立ちです。フラッシュギャル今日8ヶ月に復活いたします。涙を流し顔を真っ赤にし、ファンが今フラッシュの鳥を呼び入れます。長代真っ赤な顔が見えます。長代が先頭だ、長代姿が先頭だ。そしてその後ろから白いガウンの大事なサーズが上がりました。赤コーナーは長代をちぐさライオネスアースカ。ファンが待ちに待った一瞬であります。ものすごいテープの数です。リングが完全にテープに渦まってしまいました。清野さん聞こえますか？いやすごいでしょう。テープが後頭部に3個ぐらい当たりましたね。はいはい、もう今日のヒップアップ、川上君も島崎君も小林君も興奮しきった表情です。そしてこの復活第一戦の相手となります小倉由美、長堀和恵、レフリーがジミー開幕と発表されました。改めて川上さん、島崎さん、小林さん、はいはい、どうですかクラッシュギャルズの人気？すごいですね。この人気の3分の1でもいいですから僕たちも欲しいですね。寂しいことを言わないでくださいよ、ね、今日はあの歌の最中に3人を紹介しましたけども、はい、クラッシュギャルズに負けない人気でしたよ。いや、そんなことはないです。いやでもね、はい、この女子プロレスというのはある意味ではあのコンサートですね、格闘する宝塚ですよ。なるほどなるほど、はい、秋代ちゃん、はい、どうですかこのファンの熱狂ぶり。そうですね、はい、もうなんかまた帰ってきたフラッシュギャルズって感じが嬉しいですね。でもこの試合なんか、はい、なんか素晴らしい試合になりますね。数多くのファンの声を聞いてみました。しかし試合を見るまでまだフラッシュギャルズの復活を心から喜ぶわけにはいかないというファンの声もあったようであります。そういったファンの心配を今日は吹き飛ばす試合ができるかどうか、長い音そしてライオネスアースカ。さあもう一回切って今度は2人攻撃かっていった鮮やか、クラッシュコンビ鮮やかな炸裂を見せております。そして今度はライオネスアースカ。さあ試合が始まりましたが、ジャガー、はい、ねえ長いおつぐさ、そしてライオネスアースカどうですか？楽しい、あの久しぶりだから私もワクワクしちゃいましたよ。動きもいいですしね。ねえ、はい、なかなか今の動きなんか良かったですね。そうですね、いい試合になりそうですね。はい、はい、宮本さん、はい、やはり今日ね復活第一戦ファンは大喜びですけども問題は内容ですよね。どういった試合を見せて本当にファンを満足させるかですよね。いやしかしね、はい、とにかく、まあ、長野選手が言ってましたけどね、まあ、確かにクラッシュガールっていうのはお互いに、まあ、自立の道を歩んできた、まあ、そういう結果になってしまったんだけどね、はいはい、まあ、自立した後でこうしてまたタッグを組めるってことは非常に素晴らしいことなんだ。なるほどなるほど、とにかくこれがクラッシュギャルズっていうのを見せてあげると。あー、そうですか、まあ、そういうふうにね本当に力強い宣言をしてましたからね。なるほどね、はい、まあいつもとはですねやはり長代もそしてライオネスアースカも動きが違うようであります。やはり自分たちの最高のペアなんだというね、そういうプライドっていうのはねやはり持ってるでしょうね、はい、はい、ですから、まあ、この2人にはですねある意味では会話は必要ないかも分かりません。こうしてリングに立ってタッグを組むのはですね自然に気持ちと気持ちが伝わっていい動きがね出るようになるんじゃないでしょうか。そうですよね、はい、そういったまたタッグコンビでやってもらいたいと思います。
さあしかしこのクラッシュギャルズに挑戦しております長堀小倉、これもハートでも負けていないコンビですからね。そうですよね、まあ、あの昨年4月にですね、はい、ちょうどこのクラッシュギャルズに 3W のベルトを挑んだわけですけどね、まあ、その時は 2-0 で完敗しました、はい、今日はね何かの形でねやっぱり意思を報いてほしいですね。あ、そうですね、はい、さあ今度はちぐさコールが巻き起こっております。長代ちぐさそして長堀小僧の対決を迎えております。塩野さん、はいはい、この長堀という子は可愛い子ですね。いいでしょう、男性ファンが多いですよ。あ、なかなか、あの僕は好みですよ。男性ゲストはねみんなの長堀選手を応援しているようですね、はい、はい、しかし、まあ、好みなんて言ってられませんよ、はい、気性が激しいし強烈なキックがありますしね、強くなる選手ですよ。じゃあ結婚して夫婦喧嘩したのが大変ですね。大変ですよ、そんなことはできません。山崎智友さん直伝のね強烈なキック力を持っております、空手技を持っております長堀和恵です。長代智友も空手技を持っております。ですから2人の対決は何か手に汗握る真剣勝負です。さあしおのさんね、この長堀ですけどもね、はいはい、今日あまり体調あまり良くないみたいですね。あ、そうですか、昨日の全日本の時もですね、もう熱がかなりあったようで声もガラガラなんですよね。あ、やはり風邪をひいてる選手が多いみたいですね。そうですね、はい、まあ、あの本人はねこんなことは言ってられない、自分がいけないんだからというふうに言ってましたけどもね。なるほど、本当だったらもうちょっとねコンディションのいい時にねやってあげたかったような気もしますけどね。なるほどね。しかしあの三宅アナウンサーね、今日はあのクラッシュギャルズがね、こうして8ヶ月の復活してるんですけども、控え室なんかのムードね、どうだったんですか。そうですね、8ヶ月ぶりでね、そういうコンビのねコンビは大丈夫なのかなっていうふうに聞いてみたんですけどもね、はいはい、もう全く問題ないみたいですね。この2人はさすがにこのぐらいのコンビになりますとね、全然関係ありませんよなんて笑ってましたよ。あ、そうですか。僕もね初めてなんですよ、クラッシュギャルズがこうやって試合をするのは、見るのは、はい、さあクラッシュギャルズ今長代ちぐさからバイオネスアースカにタッチされました。まあ、あのライオネスアースカにタッチされれば今度はライオネスアースカに対しましてファンな声援コールが巻き起こるという後楽園コールであります。ファン待望のクラッシュ復活、クラッシュギャルズ今日の対戦相手は小倉由美、長堀和恵、そしてお聞きくださいアスカコールであります。まあ、芸能活動には参加しなくなりましたライオネスアースカでありますが、こうして久しぶり長吉にタッグを組んでまた考えひとしおでしょう。今日の長代ちぐさ、そしてライオネスアースカ、ライオネスアースカも去年は腰を痛めて、しかもあの体が痩せ太ってね、もうこれ以上格闘競技者としてちょっとリングに立つのは難しいんじゃないか、そういったファンの心配もあったようですけども、立派に精神的にもよみがえって今日こうして長代ちぐさと再びコンビを組んでの登場であります。昨日は、はいはい、この小倉という子も可愛いですね。あ、何かあの顔ばかり見てますね。いや、このコンビはなかなか可愛いですよ。人気ありますよ、しかもね、はい、あの試合もですね小倉由美選手が今ちょっと膝を痛めてますけどもね、はい、これあの膝の状態が感知すればですね、十分チャンピオンベルトを狙える存在ですから。あ、そうですか、はい、なかなか可愛い子ですよ。そうですよね、あの顔にだけは傷をつけてほしくないですね。はいはい、あのブルの中野みたいな顔になってほしくないですね。あ、しかしねブルの中野だって素顔は可愛いんだから。塩野さん、その膝ですけどもね、小倉ですが、はい、来週手術をするそうですね、そうなんですね、まあ、今日クラッシュとしてこうペアを組んで、そしてまあこの2人がですね、はい、アスカ長代が今度は CWA の女王の挑戦権をね、はい、かけて2人は戦うことになるわけですけどもね、非常にそういう意味で何かこう新春のドラマといいますかね、クラッシュのドラマが ね何かこう、はい、これからどうなるんだろうと、そういう非常に不安感とまた期待と、はい、非常にあの複雑ですね。そうですね、まあ、しかし格闘技というのは厳しい掟がありますね。今日はコンビを組んで戦い、明日はまたコンビをね分かれて今度は1対1の対決、これが格闘技の原点であります。さあ長代ちぐさがっちりと小倉由美を捕まえております。その長代に対しましてギロチンドロップの攻撃が長堀和恵です。今日は放送席はヒップアップの3人と早坂昭雄ちゃんですが、手に汗握って観戦中であります。ちょっと体勢が悪くなりました長代ちぐさんに対しまして声援コール、そして今ライオネスアースカノータッチだったんですけども、長代ちぐさんにちょっと苦しい状況ということで助けに入りました。
まあ、あの長与千種選手はね、去年の暮れには東京そして大阪最後は参議院でしたか、日本青年館でコンサートをやりました。この日本青年館でのコンサートで私も行ってみたんですけども、今年の反省点何もありません。私はあの失敗し墓穴を掘ったことも数多くありました。しかし何も反省点はありません。いつも長与千種は明日に向かって突進していきますとファンの前で抱負を語っておりました。こういった長与千種選手の気象というのがやはりファンに多く受けられているところであります。長与千種のやはり大きな魅力は突進力です。今日はその突進力がちょっと長織和江と小倉弓のファイトの前にやや範囲が薄くなっている感じがあります。さあ小倉弓飛んだ、足が飛んだ、空振りであります。先頭が失敗だ。さあ足が飛んだ、そしてあーライブで足が空中ラビアートを炸裂。さあクラッシュギャルズ新年の後楽園のリングで復活しております。ファンの声援は大変なもの。あーっと今度は一気に両方で飛びました。場外に飛んでおりますクラッシュギャルズ、そして場外でライオネスアスカヘッドバット、ヘッドバット攻撃です。あーちょっとあの長堀ですか、いやいや小倉弓ですね、小倉がちょっとまた左にいたんじゃありませんか、ね、苦しそうな表情を見せております小倉弓。この小倉に対しましてキック攻撃、そして今後ろにあっという間、さあカウントが入りますけども小倉これはなんとかかわしております。さあバイオネスアースカトップローから一気に飛びました。またも空中ラリアート、強烈な技を仕掛けておりますライオネスアースカ、カウントは2でした。さあもう小倉にとってはちょっと苦しいところ。さあ第4スイングです。2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回いきました。ライオネスアースカジャイアンツインを披露しました。さあ余裕十分のライオネスアースカでやります。そして今度はブレンバスターか、耐久時間の長いブレンバスターが見事に決まった。今度は決まるか、ガッツンとコーンの体勢、あ小倉弓懸命に跳ね返しております。そして今度は長与千種がトップロープに上がっている。さあクラッシュのスーパートンでやります。エルボーが村元に炸裂しました。今度は長与千種いきます。しかしジミー加山今関東を入れませんでした。2人攻撃を許しておりません。ヘッドバット、ライオネスアスカのヘッドバット2発。さあ今度はどうか、おっとこのまま逆さを抑え込みに入った。さあ危ないライオネスアスカ、危うしライオネスアスカ、カウント2でした。あーっと回し蹴り一戦、得意の回し蹴り炸裂か。今度はショルダー2で後ろに落としました。そして回し蹴り、いやー顎の辺りに入っております。これまた綺麗に顎を捉えております。さあライオネスアースカ怒った、さすがのための体勢に入ります。何か目を切るような感じ、ライオネスアースカ回し蹴りを受けておいて、今度は得意のさっそり固めに入りましたのがライオネスアースカです。秋代ちゃんね、このライオネスアースカ去年は本当に苦しい1年でしたけどもね、私久々に見て、実際に見てやっぱり細くなっちゃって心配だったんですけど ね、まあ、やっぱりでもさっきなんかまだまだ元気があってね、それ見てちょっとほっとしました。あーそうですか、まあ今年は完全復活を期待したいもんです ね頑張ってほしいですね。はい、そしてあーっと大倉に出てまいりました。今あの通天井に行こうとしたんですけどもタイミングよく出てまいりました。この辺りは長織そして大倉バッチリでやります。さあジャマンスープレックス、なんとかかわした長織和江。島崎さん、長織和江っていう選手はなかなかのねちっこいでしょう。気が強いですね、今もう完全に僕ホールされると思いました、はいはい、ですから顔は可愛いんですけどもね、やはり格闘技者として素らしい根性執念を持っております。さあ長与千種のフォール、これまたかわしております。
長堀和也、そして小倉由美にタッチです。さあ今度は小倉チムとの対決になった。あーっとこれはニールキックか、綺麗に入りました。カウントはワンデーあります。小倉もね、おーっとジャーマンが出ました。小倉のジャーマンがどうか。いやー今のはジャガー素晴らしかったんじゃないですか。綺麗なジャーマンでしたね。いいですね、柔軟な体をうまく使いました小倉由美。ジャーマンスープレックスを見せました。そして今度はパイロドライバーか。さあどうか、パイロドライバーが出るか。小倉由美大技連発のパイロドライバーであります。さあ長々と伸びたカウントが入る、絶対絶命です。うまく避けました。最後の執念でかわしました。長いお小さ、しかし秘密を抑えております。さあ小倉由美が一気にカウンターキック攻撃、これも綺麗に肩口に入った。そしてホールどうか、危ない。小倉由美選手、来年来週ですか、病院に入るとはちょっと思えないような強烈な攻撃を仕掛けております。またも入った、ミッサー入るか、危ない危ない。何度も何度も絶対絶命のピンチに追い込まれました長与千草。そしてダイオネサアスカの登場であります。いやー小倉が思い切っていってますね、非常にね、今勝負をかけたラッシュね、ジャーマンから、そしてパイルドライバー、はいはい、そしてトップロッカードロップキックですね、首固めと非常になかなかいいコースをね、3人渡ってもうねホール進んでますもんね、はい。さあようやく長与千草からライオネスアースカに渡りました。そして今度はライオネスアースカと長堀和也の対決であります。塩野さん、はい、長堀ね、さっきのジャーマンがまだ効いてますね。ああそうですか、さっきからずっとコーナーに倒れた気味だったんですよ ね、 なるほどね、はいはい、強烈なジャーマンでしたもんね。さあ長堀和也が今場外に落ちました。カウントがついております。後楽園コールどうしたんでしょうか。ああ確かに今三宅アナウンサーからレポートが入りましたが、長堀なんか朦朧としております。長堀朦朧としております。上に上がることができるか。選手の助けを借りました。今ホーティーンで上がりました。しかし待ち構えているライオネスアースカ。さあエルボーを落として今度はパンチ攻撃、ボディにパンチを炸裂させておりますが、ヘッドバット朦朧としている長堀です。今日は元気いっぱいの小倉由美。この人のガッツは本当に素晴らしいものがあります。今日はクラッシュギャルズの長与千草相手に、そしてダイオネスアースカ相手に素晴らしい試合を見せておりますのが小倉由美であります。小倉由美と長堀、長堀はまだエプロンでちょっと左の肩がおかしいんでしょうかね、状態が良くないようであります。そうなりますと小倉に負担がかかってまいります。なんといっても相手はクラッシュギャルズ、今日8ヶ月ぶり後楽園ホール復活戦であります。さあ弓矢固めの体勢に入ろうというんでしょうか。どうするか、弓矢固めの体勢に半分入ってますね。十分ではありません、十分ではありません。今入った、今入った、腰の痛いライオネスアスカにとってはこれは痛い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 。ギブアップか、ギブアップか、ギブアップか。ガッチリと決まった、ガッチリと決まっております。長与千草助けに入るか、これは苦しいぞ、これは苦しい。長与千草懸命にこらえる、よくこらえました。今のは有効ですよ、そうですよね、宮本さん、はい、まだ腰を押さえておりますライオネスアースカ。いやー獅子奮迅の大活躍を見せております小倉由美。もう本当に来週病院に入る、手術をするということで、今日はもう左の膝どうなってもいいと思ってるんじゃないでしょうか。そうですね、もうそれぐらい の、 もうあの気迫がね、そうですね、見せられますよね、はい。まあプロ野球の、ね、山本浩二選手が去年引退が決まった後、日米野球なんかに出て思い切って走ったり行ったりしてましたが、もう来年試合をやらなくていいと思ったら思い切ってできるということを言っておりました。ある意味ではそんな境地でしょうか小倉由美。しかし格闘技者っていうのは本当に大変な強い精神力を持っているものであります。さあ、あーっとバックドロップ、これもカウント2、なだれ式のバックドロップが出ました。そして今度は長与千草登場であります。さあ長与千草はまずブレンバスターの体勢です。独特です、速い展開でブレンバスターカウント、カウントは 2.5 今のは3つ入ってるんじゃないか、そんな不満をちょっと見せました長与千草。
そして今度はパイロドライバーのお返しであります。先ほどのお返しですね、完全にパイロドライバーが入りました。長与千種流のパイロドライバー、今度は長堀が出てまいりました。さあ、アスカに声をかけた千種、アスカ千種コンビ、どういった技を見せるか。これはちょっと痛いぞ。高いところからパイロドライバーが炸裂してやります。今あそこにタッチして一気にキックが飛んでおります。ミサイルキック炸裂、そしてまたカウントが入る。青グラインもよくこらえております。大熱戦です。はい、何か思わずジャガーも手に汗握ってますけども、そうです ね、いい試合になりましたね。そうですね、はい、女子プロレスの代表的な動きじゃないかなと思います。なるほど、こういった試合はジャガーもね、いい点数をつけられますでしょう。そうですね、はい、女子プロレスのね、華やかしかも華麗な動きが展開されております。そしてスピーディーであります。まさに根性と根性のぶつかり合いであります。さあ、またも速い感じ、そしてカウントが入る。常にもう何か今日はジミー加山のカウント 2.5 から 2.9、 もう一回ロープに打って回し蹴りが炸裂しました。カウンターです。もう一発いきました。そしてエルボーを落とします。さあ、長尾にまた上からいった。カウント、これまた 2.5、 熾烈を極めております。60分1本勝負、1本を取られた方が負けであります。さあ、長堀のパイロドライバー、長与千種、今日はパイルドライバーを2本打ってしまいました。カウントはまたしても 2.5。 さあ、小倉由美、またロープに上がりました。スープラトンか、連携プレーが出ました。小倉上からいった。さあ、今度は長与千種が捕まってしまいました。なかなか2人の連携プレーは鮮やかでやります、青コーナー。さあ、小倉っとうまくバックを取った。このまま決めるか。カウントは、いや、ああいったあのとっさの動きで、確か大阪城ホールでは電波元からホールを取りました。そうですね、長与千種バックを取って、このまま固めていきました。このジャーマンは見事に決まりました。最後は文化の強盗、ジャーマンスープレックスホールド。熱戦に終止符が打たれました、後楽園ホール。最後は長与千種がジャーマンスープレックスで決めました。まあ、今日は久しぶり、8ヶ月ぶりクラッシュギャルズの復活戦でした、後楽園ホール。まあ、ファンの期待にね、十分に応えるいい試合だったんじゃないでしょうか。ジャガー、どうですか。そうですね、もう全部の動きが女子プロレスの代表的だなと思いましたね。これを今日は終始強調しております。ジャガー横田です。抱き合ってます。あ、抱き合ってます。よくあの試合をやりましたね。あの、今ね、お互いにですね、敵味方にね、分かれてって言いますかね、あのお互いの、例えば長与千種がね、ああそうなんだ、これがいいところですね。大倉由美、そして長堀をですね、千種と飛鳥がね、健闘をね、やはりねぎらってるんですね、これ ね、 そうですね。あ、珍しい光景であります。あ、ジャガーも拍手を送ってますけどもね、いいですね、頑張りましたね。うん、よかった。最近はあの、まあ、互角同盟登場っていうようなこともあるんですけども、試合が終わってね、すっきりしない、何かあのいつも罵り合う、判定に不満をね、あのぶつける、そういった幕切れが多かったんですけども、今日は女子プロレスらしい、いかにも爽やかな幕切れですよね。そうですね、はい、僕はあのこういった試合は好きですね。しかもクラッシュギャルズ、華やかにガッツリと復活いたしました。コンビとしても今日は最高の動きを見せております。超満員のファンもさぞや満足だったでしょう。宮本さん、はい、ファンがそうだってね、クラッシュギャルズにただあの声援を送ってますけども、いかがでしたか。そうですね、はい、私自身もね、8ヶ月ぶりのクラッシュギャルズ、何か原点に戻ったクラッシュといいますかね、なんか初期に組んで、そしてサクセスストーリーをね、ずっと築いていった頃のね、ああいう何かあのムードを感じましたね。うそうですね、はい、まあ、あの素朴な原点に戻って、また今年は一から出直してもらいたいですね。そうですね、はい、はい、秋代ちゃん、はい、どうですか。いや、もう千種と飛鳥の試合最高でしたね。でも本当久々になんか来てね、自分もこううっていうね、気が入ったっていう気がしますね。お正月と、はい、はいはい、秋代ちゃんもね、今日はいい試合でね、もう楽しかったです、はい、ありがとうございます。そしてヒップアップの3人です。
ね、いやどうでしたか、塩野さんね、はい、最後は感激しました、はい、あそうですか、僕はあの思わずね、涙が出てしまいましたけど、本当の涙ですね、いや嘘の涙ですけども、はい、いい試合っていうのは感動しますね、しかしあのクラッシュギャルズの試合はやはりいい試合ですね、パワーがします、スピードといい、テクニックといい、最高ですね、感激いたしました、はいはい、ジャガーからも一言お願いしますよ、そうですね、もうやっぱり今年の開幕っていうこともありましたね、全体的に力を入れてみんなやってたなと思いましたね、そうですね、今年の試合がまた楽しみになりました、はい、ということでね、今日は興奮の後楽園ホールでございました、このあたりでお別れすること、秋代ちゃん、世界キックアップの、ね、3人はどうもありがとうございました、ありがとうございました、また今年1年女子プロレスをよろしくお願いいたします。